我慢孔目は、甲骨魚類の分類群の一つ。我慢孔カ、ベトラーチョイディデイチカノミ、22属78種、あまりで構成される。バトラコイデスメとも呼ばれる。日本の近海には分布しない。我慢孔目の魚類は、縦方向に潰れた縦平たがをしており、頭部と口が大きい。この姿がカエルを連想させることから、英語では、トドフィッシュと呼ばれる。同じ、 ガワ極期上目に属するアンコウメとは異なるグループである。ガマアンコウアカは大西洋、インド洋、東部太平洋にかけての浅い海に分布するが、日本近海を含む西部太平洋には生息していない。イサリビガマアンコウアカ、フチガマアンコウアカの魚類は東部太平洋、西部太平洋のみに分布する。多くは海水魚だが、寄水域から淡水に進出した種類もある。 ほとんどの種類には、鱗がなく、褐色調の体色をしている。目は背中よりについている。腹気は胸びれより前方、喉の位置にあり、一本の棘状と二から三本の軟状で構成される。肋骨と上耳骨を持たない。浮き袋を使って大きな音を出すことができる種類がいる。また、水の外でも数時間程度生きられる種類もいる。我慢口類は、 自責の観察が行いやすいことから時に実験動物として用いられ、スペースシャトルに搭載されて宇宙酔いの研究材料になったこともある。また、ライオンフィッシュ、トードフィッシュ、炭水アンコウなどの名称で観賞魚店で売られることもあり、熱帯魚愛好家には意外に知名度が高い魚種でもある。我慢項目。 ガマアンコウカの元に3赤が置かれ、計22属78種以上を含む。ガマアンコウカベトラーチョイディデイは3赤22属。ガマアンコウアカバトラコミアスデビウスアプセニスベーター、ポーリクシースポーシシマス。ガマアンコウアカ、ベトラーチョイディニーは18属からなり、およそ52種が記載される。背びれのトゲ状が3本あることで、他の2赤と区別される。火災害骨にトゲを持つ。 発光器、毒船、剣士を持たない。側船は1あるいは3本。産後小域で生活するサナパス属を除き、多くは海水域から寄水域にかけての砂底底に住む。イサリビガマーンコウアカイサリビガマーンコウアカ、ポーリクシーニーは2属15種。背びれのトゲ状は2本。火災骸骨にトゲはない。鱗、毒船を持たない。剣士があり。 イサリビガマアンウ族の一部が発光器を持つ。イサリビガマアンウ族の側線は4本である。フチガマアン皇赤フチガマアン皇赤、セラセフリーニニーワニ属奥十一種。背びれのトゲ状は2本で、災害骨にあるトゲと共に中が環状になっている。この管は独占と連続しており、刺された場合強い痛みを伴う。鱗、発光器。 剣士を持たない。側線は書いているか一本のみ。二足の区別は背びれ、尻びれのひれ上数による。一部にコロンビアの淡水域あるいはアマゾン川に生息する種類がある。ありがとうございます。